山田義政明治33年10月22日は日本の革命運動家大陸浪人である。熊本の宮崎当店らと共に孫文の支援者となり侵害革命に参加。実定の山田純三郎も兄の意志を継いで孫文を支援した。武奥国広前に津軽藩士の子として生まれる。山田家は 思想家の陸勝南の実家と間向かいにあったこともあり、吉政は少年時代から勝南の影響を受けていたとされる。叔父の菊池九郎が経営する東欧義塾で学んだ後に地元の青森市藩学校へ進学したが、2年時に全寮制の寮内でのまかない経費をめぐる騒動が発生した際に騒動の死亡者となった友人をかばう形で退学処分を受けた。 青森市販を退学後、同郷の先輩である、陸活南を頼って上京をし、活南の勧めで中国語の勉強を始め、同じく活南の勧めで、水産伝習所に第一期生として進学した。卒業後に、北海道昆布会社に入社し、上海支店に勤務したが、1894年に勃発した日清戦争の際には職を辞して、 陸軍の通訳官として従軍し、両党半島や台湾へ赴いた。1895年、台湾総督府に勤務する、海軍少佐の滝川沼と知り合い、1897年、滝川が、真の首都北京にある、日本大使館付の駐在部官に就任したことに、伴って、北京へと渡り、海軍少食卓という身分で、滝川の依頼による、 調査活動及び重宝活動に従事。その際に、田山良介という偽名を名乗った。1898年に行われた土の絵犬の、政変が主旧派の抵抗に愛失敗に終わった後、滝川や平山天音と共に、政変の中心人物となった、両警長や王将を救出して、日本海軍の奉還、大島に革まい、日本への亡命を手助けした。 1899年、日本へ帰国し、東京府神田区三崎町に在住したが、そこへ、中国人の革命家の孫文が訪れた。両者は、初対面だったが、吉政は、孫文と、意気投合し革命運動の援助を約束した。1900年、東亜道文会の井出三郎の依頼により、南京道文書院の教授兼幹事として再び、 清市へと渡り、職務の傍ら孫文をはじめとした、革命派や、平山や内田良平といった協力者たちと密に、連絡を取り合い、武装放棄に向けた準備を進めた。良好総督を務める劉昆一の暗殺計画を、めぐる対立により、孫文から離反していく、日本人協力者が現れる中で、吉政は、南京道文書院の職を辞して、 孫文の活動を支援し続けたという。1900年9月、吉政の圧戦により孫文は、台湾総督の小玉玄太郎と民政局長の後藤、新兵と面会し、武器提供の約束を取り付けた。この武器提供の約束を受けて孫文は内地にいる、帝史料に対し伝文を送り、慶州三州伝での武装放棄を指示し、10月6日に放棄した。一方、 日本国内では、第2次、山形内閣が総辞職し、伊藤博文を総理大臣とする第4次、伊藤内閣が組閣し、台湾総督の小玉に対し孫文率いる革命軍への武器提供を禁ずる命令を下した。日本国内での政情の変化に対して孫文は、犬飼武氏に伊藤の説得を依頼したが決定が覆らず、 宮崎東店を通じた中村野六からの武器調達も失敗に終わった。吉政は、慶州での放棄の時点では、台湾から香港に入り、関東省の陸法や海法で拒兵をするために、活動していたが、台湾で指揮を取っていた孫文から日本からの武器提供が困難になったことの状況説明へと、放棄軍の処置を一任された。吉政が、 帝の陣営に到着したのは放棄後のことだったが、すでに兵隊が尽きていたこともあり、帝は放棄軍の解散を決定した。吉政は帝の率いる数百人の兵と共に香港へと撤退を始めたが、10月22日に新軍と遭遇し消息を絶った。戦死したとも、清川に捕らえられ殺害されたとも伝えられる。吉政は、 侵害革命に関わった日本人協力者の中で最初の犠牲者となった。山田義正の弟順三郎が昭和14年に残した手記、品革命と私と四足順三に取材した保坂正康によれば処刑が事実であると聞き取ったそうである。義正の消息は不明とされてきたが、清川の指揮官を務めていた。 校長林の証言により1922年に明らかになった。それによると、慶州の東部に位置する三多宿で清川と宝器軍が交戦状態となり、最後まで抵抗を続け戦死した6人の宝器軍兵士の中に中国服を身につけ、荒縄を腰に巻きつけ、メガネをかけた一人の日本人がいた。 広氏は遺留品から日本人宣教師と考えたが国際問題となることを懸念して当地に埋葬し観光令を敷いたのだという。革命成功後に中華民国を建国した孫文は1913年に訪日した際に東京府下役山下の全省案に吉政の遺霊碑を建設。1919年に孫文は宮崎東天らに依頼して 山田家の菩提寺である広崎の貞だ寺に吉政の慰霊碑を建設して追悼した。1927年、中華民国政府は南京にある孫文の領母、中山陵に吉政の石踏みを建設した。ありがとうございます。